こんにちは、ドクターネッケスです。さあ今回は2周年記念のブリーチゼロやっていきたいと思います。これどこ何話まであるか分かってないです僕。サイド A、 それは運命を手繰り寄せる、これ出会いへとっていうか出会いへと紡がれる物語。リンでして、モーニング、イチコ、僕らは随分大きくなったけれど、大人の仲間になりきれないままだ。改善されつくやっと世界にお休み、科学者で振りこけたらさ。見せてやる。そこだ。その程度か。なもんじゃねえ。まだあるな。サイド B、 全然どこまであるかわかんねえ。見せてやる。これな、このステージの音楽もこれってなんかないね、今までね。そこだ。やらなかった。あれからお化けはびくとも動かない、姿を見せない怪物やヒーロー。僕らは随分大きくなったけれど、大人の仲間になりきれないままだ。改善され尽くしたはずの世界にお休み、科学者で振りこけたらさ。
見入って ああいうのを自分で喋るっていう俺の中での設定を忘れてた。はい、 A と B だけなんですね。まあイチゴとルキアの、出会う前の話ですね。このイチゴはじゃあサイド A を何回か回れば、限界突破が全部できるのかな。まあでも使わないし、星さんもちょいちょいあるな。種。ここはごめんなさい、いらない部分でした。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてた。はい、今回は以上になります。以上ドクタネケルでした。お疲れ様でした。